シャープ亀山工場は、三重県亀山市にある電気メーカーシャープの工場。亀山駅の西、5km に位置する。2004年から2012年にかけて展開された、世界の亀山ブランドの液晶テレビの生産で、知られたが、2012年以降は、スマートフォン用のイグゾーディスプレイが主力となっている。同じ敷地内に第一工場と第二工場が存在する。ちなみに、 中空の渡り、廊下でつながっているが、第一工場に設置されたアップルのオフィスに繋がる通路があるため、シャープ社員の立ち入りが一部区間で禁止されている。IT 不況下の2002年2月に、三重県の企業誘致政策により、135億円の補助金とともに誘致された。その後の景気回復のシンボルとして、また、 世界初となる最新鋭の液晶テレビの一貫生産工場として話題を集め、テレビなどでの CM でも大々的に紹介された工場である。亀山工場ができるまでは同じく三重県にある滝町の三重工場が液晶の主力工場であった。2004年よりシャープは亀山工場で生産されたテレビを世界の亀山ブランドで大々的に売り出し、大いに売れた。 当時は、スマホも、有機エルパネルも存在せず、テレビといえば、液晶で、液晶といえば、テレビの時代であった。2009年に、大阪府堺市堺区において、亀山工場の3.8倍の面積のシャープでは、最大規模の堺工場が稼働を開始し、液晶テレビの主力工場は、亀山工場より、堺工場に移った。加えて、 世界的な景気交代に伴い、亀山第一工場は2009年初頭より創業を停止。生産施設をすべて中国企業に売却し、建屋のみが残った状態となった。莫大な補助金を投入した工場が、わずか6年で創業停止して、設備を売却という事態に、シャープは県から補助金、約6億4000万円の返還を求められた。 2007年にアップルが iPhone を発売し、スマホ時代が到来した。スマホ用小型液晶ディスプレイの技術競争が盛んになるとともに、シャープのテレビ用大型液晶ディスプレイは競争力を失い、第二工場も2012年に一時的に創業を休止し、堺工場とともに大取り会グループに売却する話が出るなど苦しい状態が続いた。 亀山工場の創業とともに地方交付税の不交付団体となった亀山市は創業不振で再び地方交付税の交付団体に転落した。2011年、シャープは第一工場に約1000億円を投資し iPhone 用ディスプレイの専用工場として生まれ変わった。投資額の多くをアップルが実質的に負担したため第一工場は製造設備自体が アップルの所有物であり、iPhone 用のディスプレイ以外が製造できないなど、事実上のアップルの下請け状態にある。そのため、iPhone の売れ行きが、亀山第一工場の創業度に、ひいてはシャープ全体の業績を左右するほどになっている。第一工場には、アップルのオフィスがあり、シャープ社員ですら立ち入りできない区画がある。iPhone は、 販売台数が多いため大きな利益が得られるが逆に iPhone の販売台数が少ないとシャープの経営が傾くというデメリットがありまたアップルは iPhone の売れ行きに合わせて週単位で細かく生産調整をするため長期的な生産台数が読めないというデメリットがあった第二工場も2012年以降は大型液晶テレビの生産を減らしスマートフォンや携帯ゲーム企用の中 小型液晶ディスプレイが主力となっていた。2012年から2013年にかけては、シャープの経営危機器とアップルの苦戦が重なり、第1、第2工場ともに稼働率が低下して、非常に苦しい状態が続いたが、2012年には、第2工場に行って新開発のイグゾーディスプレイの生産が開始され、競争力を失ったテレビ用大型液晶から、高収益の得られる中、 小型液晶ディスプレイ工場への移行に成功。当初シャープはイグゾーを iPad に回したため他社の需要が伸びず安価で高品質な製品を開発したにもかかわらず、アップルの需要に翻弄されて経営が極めて悪化したが、中国の中小スマホメーカーなど新規顧客の獲得に走り回った結果、2013年後半からはイグゾーの人気や 任天堂の 3DSLL 用ディスプレイの人気などで高い稼働率が続き、液晶事業が久しぶりに黒字になるなどシャープの復調を印象づけた。2012年に堺工場が大鳥海会グループに入ったため、亀山工場が再び液晶のシャープの主力工場となった。2014年上半期の中国スマホメーカー向けの出荷量は前年同期比4倍。 9月には中、小型液晶の比率が50%、第2工場の稼働率が100%に達した。2012年頃のシャープの経営危機器は、アップルという大口顧客、単一製品への依存が招いたという反省から、第2工場では、イグゾー以外にも多様な製品の生産を行っており、また2014年7月には、第1工場でもアップル以外への供給が、 行えるように、アップル所有のラインを買収する交渉が開始されたとの報道があった。しかし2014年9月以降には一転して、液晶の競争激化などのため中国、スマホメーカー向け中古型液晶の出荷が落ち込み、2年ぶりに稼働率とシャープの経営が悪化。LTPS や高精細化などの最先端技術を身につけつつある。 中国液晶パネルメーカーの価格構成、有機 L に傾注しつつある、韓国メーカーの中、もはやイグゾーなどシャープの液晶技術はそれほど評価されず、同じ日本のジャパンディスプレイと連売による市場の奪い合いが起き、特に中国スマホシェア1位のシャオミ社の受注をジャパンディスプレイに取られたことが大きかったとされる。一度は減らしたテレビ向け大型液晶を、 稼働率維持のために増産せざるを得ない状況となった。2015年4月、ついに、亀山工場の分社化が報じられた。2015年代後半には、中国スマホ市場の成熟のために成長率が鈍化し、iPhone 単一への依存は抜け出したものの iPhone に、加えて i a o m i など中国で人気のスマホに結局は依存している状態の Sharp の液晶事業と、 それに代わる柱が見つけられずに、相変わらず、液晶事業に依存しているシャープの経営が、さらに悪化。シャープは、本社ビルの売却に続いて、亀山工場を含めたシャープの液晶事業も、売却する方針で、堺工場を経営する大取り会、亀山工場の大口顧客であるアップル、液晶事業で、ライバルのジャパンディスプレイ、ジャパンディスプレイとの合同で、 日の丸液晶連合を格作する産業革新機構などが交渉を行っていたが、最終的に大取り会がシャープをグループごと買収することとなり、2016年3月に亀山工場を含めたシャープ全体を3888億円で買収した。2017年の iPhoneX より iPhone が UKL に移行し、業界全体としても液晶から UKL にシフトし始めたが、シャープを含む大取り替えグループは、UKL パネルの量産を確立していないため、シャープは2019年以降の量産を目指して、UKL の開発を進める一方で、世界初となる 8K 液晶テレビ、アクオス 8K を発売するなど液晶事業にも大きな投資をしている。その中で、 亀山工場は液晶パネル工場としては依然として世界最先端であることには変わりなく液晶分野で一番重要な拠点と位置づけられ2017年度の黒字転換を目指して液晶パネルの生産と UKL の開発が行われている。ただし亀山工場で iPhone 用 UKL パネルの量産を行う予定はなく 未来の iPhone への採用を目指すシャープの UKL パネルは、定州にある大鳥会の iPhone 組み立て工場に併設して2018年に建設される予定の工場で2019年より本格量産が開始される予定。2017年現在、亀山工場と焼板工場で行われているシャープのテレビの生産台数は、計数十万台と見られており、 生産施設の老朽化が進んで採算が悪化している。特に亀山工場は2017年時点で稼働中の液晶パネル施設としては世界最古となる。そのためシャープは手作業での組み立てが多いテレビなどのアッセンブリーラインは全面的に大取り会などの海外工場に委託する方針を2017年に固めたが国内工場はスマートファクトリー化を前提に 一部の液晶テレビ生産を残す方針。亀山工場では45型テレビの全自動生産ラインの設置が検討されている。かつて iPhone 用ディスプレイ専用工場だった第一工場でも産業用 8K パネルや車載用パネルなどが製造されている。亀山工場では iPhone 用の UKL ディスプレイが製造されないが代わりにカメラモジュールが製造される。 2017年7月、シャープの経営が悪化してから人員がリストラされる。一方だった、亀山工場は、スマホ用カメラモジュールの製造に向けて、大取り会参加で、ついに人員が増強され、亀山工場の最盛期となる4000人体制となる、予定。シャープ亀山工場は、亀山市内の亀山関、テクノヒルズ工業団地内に立地する。付近には、 東名阪自動車道や名阪国道、国道1号などが接続する亀山インターチェンジがある。亀山インターチェンジからは、伊勢自動車道とも、さらに2008年2月には東名阪自動車道、亀山ジャンクションを介して、新名神高速道路とも接続されるなど、道路交通の便に優れた地域である。また、天理研究所と三重工場との連携も考慮されている。 アクオス世界の亀山モデルシャープ、液晶1000億円投資日本経済新聞中、小型液晶パネルにシフトしたシャープ亀山第2、工場を、AV ウォッチ AV、ウォッチ、ハットシャープの反省、僕らが行く像を過信した週刊投与経済、シャープ、アップル用設備買収交渉亀山の液晶パネル工場日本経済新聞シャープ赤字、液晶なぜ消耗戦、 日経ビジネスを取り替え、シャープの液晶買収提案前アップルに、出資要請へ、日本経済新聞2015年9月21日、シャープ、国内体制強化へ、大社長、人員削減を否定京都新聞シャープ、液晶 TV 国内生産撤退へ、世界の亀山に、幕朝日新聞デジタルシャープ、6月29日か30日に、東証一部復帰申請。 UQL テレビは日本パネルでから AV ウォッチ、ハットシャープ、国内テレビ生産撤退報道を否定。80型町や 8K は国内。亀山に全自動ラインも AV ウォッチ見え、亀山の地震、シャープ工場に被害なし。ありがとうございます。